総理なのでトンネルを掘っていいというふうに受け止めているところが、危険だなと思っています。リニア工事のボーリング調査をめぐり、今日も JR 東海の姿勢を牽制した川勝知事。リニア新幹線をめぐってはトンネル工事に伴う大井川の水量減少や環境への影響を懸念し、県は静岡工区の着工を認めていません。今月25日に行われた JR 東海と先月25日に行われた JR 東海と大井川流域市町の意見交換会で流域市町が要望したのがボーリング調査の早期実施でした。流域はどちらも早く着実に進めてもらいたい、流域の総意としてその意見になりました。ボーリング調査は工事区間の地質や地下水について調べるため、先端が直径12センチの穴を掘るもので、調査は山梨県から静岡県境に向けて行われますが、県は県境付近にある脆い地質が山梨側とつながっていて、穴を掘れば水が流れ出る可能性があると指摘。県に山梨側での調査を止める権限はありませんが、反発を続けています。影響を調べるための調査を認めない県に対し、大井川の流域市町は田代ダムが先月から改修工事に入り、大井川から山梨県側に取水されなくなることから、例年より水量が保たれる来年11月までの工事期間内に県内区間を含めてボーリング調査を実施すべきと主張。 JR 東海の丹羽社長も流域市町と同じ気持ちなどと話し、ボーリング調査の早期実施に向けて県や流域市町に説明する意向です。静岡県内のボーリング調査を早期に実施することで、地質それから湧水の状況を把握して、その結果を公表することが流域の関係者の皆様のご安心につながるといった思いはですね、私どもとしても流域発市二町の市長の皆様と同じでありまして、静岡県さんや他の利水関係者の方々にもですね、ご説明をしていきたいと考えているところです。これを受け、今日の会見で川勝知事は JR 東海からの説明を待ちたいとしつつ、ボーリング調査の実施について慎重な姿勢を崩しませんでした。はい、説明を待っている段階です。で、説明をされるべき筋のことだと思っております。水が滞留していることが分かっているところに穴を開けていくわけですね。まあ、ですから何が起こるか分からんということがあります。東電が工事をされている間はトンネルを掘っていいというような、何か非常に単純化した形でですね、JR 東海さんが受け止められているようでありますけれども、その上で来月に開かれる予定の県の専門部会でボーリング調査について議論する考えを示しました。